マスオゲームズです。今日はね、マインクラフトやっていくんですけど、今日は一番最初にやったやつ久しぶりにやっていきたいと思います。マインクラフトパート1ですね。なんか今日マインクラフトのアップデートらしくて、それでこんななんか変な BGM になってます。だんだん癖になるんですけど、すごい変な音ですよね。で、見てください。これ全部外すと僕村人になってるんですよね。なんとアップデートの最中はなんか村人になってるっぽいっす。完全に僕村人、なぜかね、誰かの声になってます。すげー違和感がありますけど、今日なんですけど、ずーっと前こっちで行ってなかった廃校、ちょっと廃校にね行っていきたいと思います。はい、ということでこれからね、ちょっと廃校にね久しぶりに冒険しに行きたいと思います。よーし、行くぜー。すげえ、この声うざーい。この村の方に通じる通路を通って、村の近くにある水面のところから今日は下の方に行って廃校に行きます。廃校ね、トニーとのマインクラフト2ですね。トニーとのマインクラフトで廃校は実はもう一回探検できたんで、で本当になんかそれすごいなんか助かりました。おかげさまですごい分かりましたんで、やっぱりね、2人でやった方がマインクラフトは楽しいかもしれないですけど、1人もなんか楽しそう。うっす、ウォーターウォーター言ってますね、これ。よし、すごいな、音が全部こういうなんか人の声になってますからね。よしよしよし、こっちですね、はい、こう。よしよし、ストーンばっかりだ。どうしよう。おっ、食らった。ピューとか言われてるし。え、嘘。え、火の矢打ってきてるやつがいる。おっかねー、そんなこともできるんだ。ちょっととりあえず進まなきゃいけないんで、ちょっと進んでいきますね。なんかどっかに進む道ないかな。ちょっといちいちうるさいな、今日。あ、落ちました。ちょっと待ってください。まず松明ですね。松明必要、怖え。おお、怖え。水がどっかにあるみたいですね。教えてくれてます、この声が。 There is water here。わあ、一人だと本当に怖い。でもこの声のせいでちょっと怖さ半減する。いやー、ちょっと一人でやるしかないですからね、今は。よしよし、お、階段みたいになってる、ありがたい。お、チェスト発見。何入ってんだろう、これ。大丈夫かな、チェック。お、金とスイカの、かぼちゃの種とスイカの種、よし、ゲット。いやー、怖い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 。幸いなことにまだ敵が全然出てきません。おお、いや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 、毒蜘蛛が出てくるんですよね、すぐ廃校って。怖い、来た。いや、強い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 。よーし、倒したー。よかったー、毒になんなかった。あ、またいた。いっぱい来たー、いっぱいいましたね、今。なんで来ないんだろう。わー、雲すごい。雲ってこういうふうに。うわ、来た。危ない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 。うわー、ここあれだ、やばいな、ここ絶対あれだ、スポーナーですよね、これ。ちょっとスポーナーちょっと攻略していきますか。ちょっとあんまり何ですか、来られても危ないんで。あった、スポーナー。よし、3箇所つければ大丈夫ってこの前書いてあったから。
やべえ、体罰なくなった、最悪だ。よし、今すぐ松明を作ろう。あれ、うわ最悪、持ってくるの忘れた。いやー、このくらいなんか、あった、ここにあった。掘る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 、よし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 、とりあえず掘る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 、これだけやばい、これだけやばい。お、あ、こいつ強いな、意外と。うわ、ゾンビが増えた。なんで、すげえゾンビがいっぱいいるんですけど。やばい、これやばい、一瞬で作んなきゃ、松明。よし、なんかすごいことになっちゃってますね、ここ。あぶねー。よし、いけいけいけ、とりあえずここの早くスポーナーを、これで大丈夫だ。よーし、よかった、トニーと一緒にこれ習っといて。危ないっすもん、これ一人だったら終わってたな。オーケー、廃坑探索、さらに奥へと、ここら辺に下につなぐ道があるんじゃないか。おお、あそこにクリーパーがいる。匠だ。あれ動かない。え、なんで動かないのこいつ。あれ全然弱え。どうしたのこれ。これアップデートだからこうなってるのかな。まあ、今回はこの廃坑を探検することが目的ですからね。おお、おお、お前か。うわ、よし、倒した。あ、いや、ゲットした。あっちにクリーパーがいますよ。結構なんか奥深くまである。なんか本当は神殿っていうのあったらいいのになって本当に思いますよね。どういうものか本当に見たことないんですけど。だからこそ行ってみたい、どういうところなのか。うわ、またあった。お、すごい、なんかいろいろ金も置いといて、とりあえずは進むと。うーわ、マジかーマジかマジかマジか、そういうことか。これあいつのあれですよね、スポーナーですよね。怖えー、だっていっぱいいるもん。怖えー、うるせえ、これ。よし、特攻して。特攻してつけるしかない。よし。よし。やった。あと一つ。よっしゃー、制圧しましたー、スポーラー。すごいね。これは、なんかあれ作れる。お、鉄道。あそこ、お、ナグダ、おお、音楽ディスク、音楽ディスクもう一つあった、すげえ。いやー、これ嬉しい。でも今あんまり持てないんだよな。ちょっとここを一旦拠点にして、ちょっともう少し冒険してからにします。よし、ここ廃坑のてっぺんだ、すごい、すごいすごい、すごいしか言ってないよ、全然。ん？これで地上まで続いてたらいいのにな。おお！危ねえ！普通に顔引いちゃったよ。なんかいっぱいいるなー。クリーパーのスポーナーってあるんですかね。
いや、ここ嫌の方がいいな。いや、危ない。レコードとかを取って、ちょっと帰りたい。ということで、あれを回収して帰ります。だが果たして、さっきのところまでどうやって行くのかわからない。一人だと持てる荷物が限られてるから、やはり一人じゃない方が、このゲームは良さそうな気がします。そして、一人で喋っていても何にも面白くないぞ、マスオ。お前は一体何を話しているんだ。誰も聞いていないぞ。多分見ている人たちは、お前は一体何をやっているんだ、面白くないぞと思っているぞ。分かっているのか、マスオ。ちゃんとゲームしろ。下手くそだ。早く回収しろよ。さ、なぜさっきレコードを取っていかなかった。一発目で取っていけばよかっただろうが、迷子になっているんじゃない。おい、どうしたマスオ、と。た気持ちなんじゃないでしょうか。見ている方々は、なんとあそこにダイヤモンドがあります。あれは欲しいぞ。溶岩のところにダイヤモンドを発見した。一体いくつあるんだ。お、2つもある。お、3つある。よっしゃ、4つもある。あ、すげえある。マジでやばい。ラッキー、超ラッキー。やったー、来たー。ラッキートニートの方で、これむしろ欲しかった。ダイヤが6個。もう確実に死ねないぞ、ワスオ。帰りたい、帰りたい。もう早く、いち早く、いち早く地上へ帰りたいぞ。 あった、やったー。スポーナーで音楽ディスク。どうしよっかな。これいらないか。鉄の馬の鎧。これやばいっすね。名札もちょっと持ってきましょうか。で、音楽ディスク。かぼちゃの種あるしね。いや、これ絶対死ねない。もうこっから絶対死ねないですね。お、来た。ここで、こうですね。よかったー、ちゃんとつけといて。わ、でも夜になる。馬がいますね。かっこいいなこいつ。よし、やったー、ちゃんと戻ってこれた。あそこに雲いるけど、もういいや。やったー、オープン。よし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 。じゃーん、ちょっと見てください。ダイヤが11個。贅沢だなー、これは。木材とダイヤモンドでジュークボックスゲット。よっしゃー、すごい、ジュークボックスできました。で、ここに音楽ディスク。あれどうなんだろう。あ、なんか教会っぽい音鳴ってますね。はい、ということで今日はあの廃校をね、久しぶりに一人で探索しに行きました。今日はね、マインクラフトパート1の方をやってったんですけどね。やっぱり一人でやってて気づくのは、みんなでやった方が絶対にマインクラフト楽しい。本当思いましたね。うん。でも、なんでしたっけ、雲のスポーナーと、あとスケルトンのスポーナー見つけたんで、これは大きな収穫だった。うん。パート2というか、トニーとのマインクラフトの方ではね、ダイヤ見つけたり、ほんと頑張りたいなと思うんで、はい、またそっちやっていきたいと思います。ということで、久しぶりのマスオのマインクラフト、一人バージョンの方ね、やってきました。今度はどうしようかな。ちょっとまたいろいろ考えながらやっていきたいと思います。ということで、今日も見ていただき、ありがとうございました。またよろしかったらご視聴ください。ということで、以上、マスオ TV でした。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございます。ぜひまたよかったら見てください。